調査官、前にエリーちゃんをさらおうとしたやつだよ。今日こそ捕まえてやる。エリー、そう、エリー、あなたたちよくもエリーをさらった。許せない。ちょっと、誘拐犯はそっちでしょ。何被害者気取ってんのよ。私は誰も傷つけたくありません。あの子を返してくれませんか。彼女には彼女の人生がある。私は誰も傷つけたくないんです。違う、私は子供たちを実験。ダメ、ダメだ。子供を返してくれ。実験。10年前も今も同じだ。実験はダメだ、ダメなんだ。少佐官、彼は極めて不安定な状態に陥っています。コミュニケーションを取るのは困難でしょう。裏切り者、お黙り。は？またなんか出てきたよ。生贄をどこに隠したのかしら。それとあの老女が助けを求めるのを見逃すなんて、わざと番犬たちを引き寄せたでしょう。彼らはまだ子供だ。あなた、私たちの使命を忘れたの？みんなで楽園に帰るのよ、この裏切り者。私たちの楽園を怪我した。死になさい。え、仲間割れ。アイコたち、どっちを助けるべき？裏切り者め、その汚らわしい魂は地獄に落ちるわ。顔認証が完了した。身元確認。深海市民シング調査官、彼がシング。以前はスターライトのボランティアを務めていた。情報によると現在未婚で子供もいない。嘘だ、私には子供がいたんだ。妻もいる。違う、私は自分の手で子供を埋葬した。だから今度こそ子供たちを守り通します。一体どうなってるの？子供何人いるのよ。まずい、凶暴化し始めた。みんな気をつけてください。It's the sad duty in life that passes by again. Where the happiness we long to hold is slipping right awayI'm holding on to you, and I don't want to let you go. I need you here forever. It's the subtlety in life that passes by again. 調査官さん、ご無事ですか？ご心配なく、彼らはすでに救出されていますわ。少し動転しているだけのようです。彼らは無事だ。私はシング。院長たちを監禁したのは私だ。そうしないと彼らは連れ去られてしまいます。ええ、でも最近正気でいられる時間がますます短くなっている。今回はトリスさんの歌声のおかげで正気に戻れたんです。私を救ってくれてありがとうございます。あなたたちがいたから怪物ではなく私は再び一人の人間として生き返り、また人間の思考を取り戻せました。シングさん、
あなたは悪事を働くような人間に見えませんわ。どうしてこんなこと。私がこうなったのは完全に自業自得です。自らの貪欲と愚かさが原因なのです。私は人間が手を出してはいけないものに手を出そうとしていた。そのために罰を受けても文句はありません。私は亡き妻と息子をよみがえらせたかったのです。その時あの人が声をかけてきた。私は彼を信じて言う通りにしてしまった。私のことはもういいでしょう。質問があれば答えられる範囲内で教えます。あの人に気づかれる、直接答えを教えることはできません。私の任務はまだ終わっていない。ここで死んでは。ミスター K とやらは知らない。でもシルベッティも楽園も計画に参加しています。あなたたちは私が思っている以上にいろんなことを知っているようですね。申し訳ないが、これ以上は答えられないです。違う質問はありますか？楽園、それは彼が私たちに約束した神の国です。しかし私は徐々に気づいてしまった。そこはもう一つの泥沼に過ぎなかったということ。彼らは楽園の影響力を拡大し、楽園に新しい血液をもたらすことを望んでいる。私の知っていることはそれだけです。あなたには聞きたいことがたくさんあるだろう。でも私にはもう時間がない。ポイントに絞って説明します。もう一人の人間が私と同じように嘘を信じて、自分自身と施設全体を生贄とした。私が院長たちを閉じ込めたのは悲劇を繰り返したくないからです。私はもう救いようがないが、彼らにはまだチャンスがある。私のような無名の輩をどうして議会がかばってくれたのかわからない。検査から逃れた手口もさっぱりです。でも奴らはウサギのぬいぐるみをエモーションコンテインナーと呼んでいるらしい。ウサギのぬいぐるみを身につければエモーション粒子を隠すことができるそうです。申し訳ないが少し疲れました。長い間失望を味わった後、ついに希望を見出したと思った矢先にそれが破れてしまった感覚がわかりますか？自分が騙されたと気づいた時、もう何もかもが手遅れでした。当時の自分はなんて愚かで無知だったんだろうと毎日後悔しています。今ではその時に自分が全てをかけた理由がわかった。偽りの希望が見えたから人間としての時間は残りわずか。いかに人間性のある怪物でも所詮は怪物だ。シングという人間ではない調査官。
私は答えられることをすべて教えた。一つお願いがあります。お願いします。どうかエリーを守ってやってください。あの子は無実です。